皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズのベグです。さあ、実況者の9割以上がやってそうな行動でスタートいたしました。じゃあ今日はですね、進撃の巨人コラボ挑戦します。よろしくお願いします。でね、まあ最初なんで超級に挑みます地獄級も行ってみたいんですけど、まず超級を行かせてください。でパーティーね、使いたいのは、おいますね、ありがたい。ではさっきこの緑のさくやさん使わせていただきましょうか。ではパーティーはこちらでーん。パーティーはさくやパーティーでいきます。まあそらそうやな、さくや使ってんからな。でやっぱこれやったらあれかな、フレンドさん見せずに一気に行った方がいいかな感謝の意味も込めてな、あそこちょっと見せたんやけどね。であれです、一番右見てください、僕のサブのね、まあ、アルミンをね、どう使いたかったので。ただね、バトルが3回しかないみたいなんで、もしかしてね、この子が活躍する機会がないかもしれないんですけども、アルミン進撃巨人コラボなんでね、連れてきます。本当はね、ここの枠にクリスタも入れたかったんですけどね、進化すらも、間に合わなかったので、このパーティーでいきます。よろしくお願いします。さあ楽しみですな。はい、来たー、でっかい。あ、そんないたないね。でもね、え、これ粘るか、いや待てよ、曲やな、まずは曲やな。一発決めてみようか。決めれる俺、これ俺決めれへんやつやな、多分な。緑が大変やな、緑持つか。じゃあな、緑持って、火光、水、木行きましょう。火光水木ね、火光水木、いい光、あ、待て。で、水木。はい、こっち、危ない。で、いい感じやな。闇も頑張ったら消せたな、今な。闇も今頑張ったら消せたな。さあ、どう？一応光四つ消し決めたよ。はい。いけるか？おい、やばいやんけ、これ。これやばいやつぞ。おい、気をつけろ、これ。これは気をつけた方がいいぞ。属性はある。オッケー。あるから。もう、これね、殺しきれへんかった時がいっちゃん怖いんよね、このゲームは。ね、こっから行ったら結構一気に3つ組めんねんけど、で、下で木を組めばいいかな。よし。いけそうやね。よし、いきますよ。ポッ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 ってやって、で、こうして、こうして、こうして、で、山消そう。オッケーオッケー。よしよしよし。これでいったやろ、さすがにな。ここで闇を消すのがね、重要やと思うんですよね。いいぞ、いいぞ。さあ、君はあと4ターンか。硬質のなんとか。しばらく、あ、状態上向こうか。これ食べれへんよな。え、これ食べれへんよな。とりあえず一回、殴れそうやんね。木持つか。で、火光。あ、木上で作ってから水の方が楽かな。よし、行くぞ。こうして、こうして、木上で作ってから、で、こうしてからの、これどうやったらできる？あー、無理か。回復もちょっと消したかったけど。あ、消えたな。で、闇も消えて、いい感じ、いい感じ。お、これはついてるね。どう？よし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 、オッケーオッケー。今、硬かったんかな、こいつ。もうかいな、そうやな。特殊、毒なかも。オッケー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 。よし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 。これ、威嚇効かへんのか、じゃあ、このチーム。俺ね、地獄は、あれで行こうと思ってんけど、セットパーティーで行こうと思ってたんですよ。セットパーティーはね、威嚇持ちがいっぱい連れてくるんで。きついなぁ。そしてね、アルミン溜まってないっていうね。火、ここで火作って、火作って。え、これめっちゃついてない俺。光の四つ消しも決めれるやん、あっさり。そうやんな。これ、行くよ。して、でやばい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 、こうして、で、こうして、こうして、こう、危ねえ、危ない危ない危ない、よしよしよし、いいぞいいぞ、危なかったな今。どう、お、あ、やばい、死ぬやつやこれ、高速、はあきたこれ俺、フレンドさんてかツイッターで教えてもらったやつや、全体マインド食らうんすよっていうの教えてもらったやつこれ、え、これやばない。じゃあ2ターン俺もうどうしようもないってことやんな。闇消しとこうか。闇消すにはこうして、
飛んでいくか。どう？おえー、やばない？やばない？やばいぞやばいぞ。9000。光、回復2つ消して、ほんで、まあ、他にもいろいろ消しとくか。あー、消えてない、消えてない。オッケー、まあまあ、光消えたから。あー、ちょっと待って。火が消えちゃったね。大丈夫やね。ナイスコンボやな、あんた。これ完全回復いったやろ。うわー、まずい。来た来ました。アルミン来ました。今、手を打たないとって、これやる意味ある？回復できへんねんけど。今、手を打たないと。4ターンの間で受けるダメージを軽減。あ、意味ある意味ある。踏んで、エンジェルのヒール使ったら多分耐えれるや、今の9000な。ヒール！よしよしよし、これで多分耐えれると。で、いけるね！あと使える人いる？いないね。よし、では、水作って、光作って、水、光、火、火やな。よし、これはね、4つ消してんでもいけるから、多分大丈夫やろ。ほっほっほってして、んで、ほってして、オッケー。こうやな。いったやろ、これ。よし。ちょっと緊張してたな、でも。いける？いける？よしよしよし、いった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 。よかったー。これ、地獄無理かな？結構きつそうやな。まあ、今のちょい残しさえせんかったらいけんのか。あぶねー。巨人奇襲超級獲得モンスターなしかなしですよね。まあね。ではここは行け飛ばして、はい、戻ってまいりました。でご視聴ありがとうございます。攻略はねこれにて、終了なので、ここから雑談をしてまいります。攻略を見に来た方ありがとうございます。でさあちょっとまず飲み物紹介しましょうか。ね、素晴らしいね、素晴らしい飲み物を、飲み物っていうかね、まあまあまあご紹介いたしましょう。でではい、紅茶家電のこのパッケージをよく見てください。ちょっとねピントがなぜかねこっちに合わない現象がね最近よく起こるんですけども、まあなんとなくわかりますよね。兵長です。兵長とコラボしております。兵長とコラボっていうか進撃の巨人コラボ、癒しとくつろぎのセリフボトル。セリフどこにあんの？あったあったあった。ちょっとねピントが合わないけども、頑張っている君にリヴァイから一言って言ってね、QR コード、QR コードで癒しボイスとオリジナル壁紙が、もらえるという紅茶家電、そういうキャンペーンやっております。で、ね、僕が見つけたのは、あと、ミカサ、見つけました。と、多分ね、エレンもいるんじゃないかと思うんですけどね。エレンは見つけれなかった。多分人気があって一瞬でなくなった可能性があります。で、飲んでみます。紅茶家電。安定の紅茶家電。美味しい。で、まあ、超級はね、言うても、クリアしましたけど、間違いなく地獄は死んでましたね、あれ僕ね。で、威嚇が効かんから、このパーティーも結局きついかもしれないですよね。どうしよう。で、バインド対策した方がいいんですけど、だから、結局この子たまらんから、アルミンがね。だから、レオリオバインド対策が完璧なんで、レオリオ入れて、スキル使ったらいいかなと思ったんですけど、バインド状態一旦しか回復しないんですよね。だから、あの状態になったら、バインド一回回復して、で、敵の攻撃食らって死亡になると思うんですよね。で、エンジェルさんは、これ、バインド回復持ってるんですけど、結局バインド食らうんで、死ぬんですよね。きつい。レオリオなんでバインド状態1ターンなんやろこれ。2ターンやったらな、結構いけそうなんやけどな、というところですな。でも、行きたいよね。だからあの状態にせんかったらいいっていうことやから、うまいことちゃんと調整して、スキルためがでもできないですよね。スキルため、できんのかなあいつらで。1、2でね。やっぱスキルレベル上げてかな厳しいかな。あ、そうそう、あとアルミにね。早速、モクピーを1匹食べさせてあげて、レベル10にしました。これね、絶対にね、まあ、スキルレベルマックスにしたいですね、アルミはね。もうめっちゃ気に入っております。こんな感じかな。すげえ真面目な雑談になってもうたけど、もうね、どうしよう、マジで。めっちゃ緊張してきたな。あいつに勝ちたいけど、ちょっとまた皆さんの意見を聞きつつ、うん。
攻略ね、やっていきたいね。一応ちょっとじゃあ、軽く見しておこうか、皆さんにね、ボックスね。そいつええでっていうのあったら教えてください。一撃で殺されるから、結局、ああ、お前バインド対策あるか？ないね、こいつ。バインドアーククラウンや、普通にな。で、昨夜がね、究極してたら最高やったんですよね。新しい方の覚醒昨夜か。覚醒昨夜やったら、ね、これ、指針ランプがね、バインド回復ついて、しかもバインド耐性 100% なんでね、覚醒昨夜は。めちゃめちゃいいよな、あのキャラクター。で、クリスタも結局、バインド耐性はつかへんかったはずやから、なかなか厳しいもんがあるね。いや、でもこの対策練っていきたいね。なんかあればぜひ皆さん、教えてください。まあ、調整をうまくしろっていう話かもしれんけどな。うまいこと調整して、踏んで、しっかりワンパ、最後に、でかいダメージで倒せっていうことかもしれないですね。あいつは。威嚇も効かんから。どんな感じか。すげえ真面目で申し訳なかったです。では、最後に、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォロー、お願いします。すべてリンクをね、下の概要欄のところに貼っておりますので、ぜひ皆さんのフォローを待ってます。そしてまたいろんなね、情報とか、アドバイスがあれば教えてください。では、次回もお楽しみに、ココロリンクゲームズの、ちょ、待って、どうせやったら紅茶家電ね、ココロリンクゲームズのベイ君でした。これはうちの相方スヌーピーです。全然活躍してなかったですけども、いつもガチャ動画では活躍しております。では、次回もお楽しみに、こうか、バイバーイ。